撮れてたんだけど、動画も撮れたらなと思ったけど、充電してないバッテリーも出ちゃったんで、今日はおしまいです。いや、参った。意外と人が多くて自撮り恥ずかしい。ドラえもんがいました。あっちに静香ちゃんとのび太もいたけど、もうバッテリーがない。さっきね、ジンバルに、あれなんだろうな、ルミックスしか見えなかったけど、ミラーレス乗せた外人さんにエレベーターで話しかけたら、なんかドキュメンタリーを撮りに来たって言ってましたね。僕はランドスケープかって聞かれて、ランドスケープって何だったかなと思いながら、メイビーと答えました。どうすかね、この英会話力。いや、もうバッテリーが点滅してて、なんだよ、駐車場お金払って全然取れなかった。しかも店舗側から戻ろうとしたら通路が繋がってなくて、ぐるっと回ることになって、こっちのエレベーターだと思うけど、もう帰ります。